日本関東地方千葉県流山市松ヶ丘松ヶ丘ふるさと公園松ヶ丘は千葉県流山市の地名。ここでは隣接する西松ヶ丘についても取り上げる。現行行政地名は松ヶ丘1丁目から松ヶ丘6丁目と西松ヶ丘1丁目。郵便番号は松ヶ丘が270の0141、西松ヶ丘が270の0142。 流山市東部に位置する。松ヶ丘、西松ヶ丘ともに全域が住宅街となっており、地域の南端を国道6号が通る。また、松ヶ丘1丁目に、流山松ヶ丘郵便局、松ヶ丘5丁目に、松ヶ丘ふるさと公園がある。よく南柏と言われる。東は、か市豊かしき、南か西は、名戸狩り、南は高古金、北は、 柏市豊か四季と接している。住宅地の地価は、2017年1月1日の工事地価によれば、松ヶ丘2丁目330番20の地点で13万5千円、平方メートルとなっている。1956年に第一住宅株式会社が1.1ヘクタール500個の松ヶ丘住宅を分譲したのをはじめとし、長国建設などが分譲を開始し、 当地域が出来上がった。初期の分譲以降は、現在の松ヶ丘地内で、ミニ開発が参入、増加し、一時は、土地ブローカーによるずさんな開発などが増えて、問題となった。また、流山市内でも、農地法違反が、相次ぎ、近隣の水田の近代的水田化計画が一部宅地に、転用されるなどの問題も発生した。 そのような不正行為が多く見られることなどから、メート狩りの頭部を、西松ヶ丘一丁目から四丁目とすることで計画が、進んでいたが、一丁目だけで終了している。松ヶ丘一丁目から六丁目は、地盤整理が行われておらず、旧の小技が存在する。西松ヶ丘一丁目は、地盤整理が行われ、障子は消滅している。ここでは、 松ヶ丘一丁目から六丁目の小技を北から順に列挙する。消滅した、生治2017年11月1日現在の世帯数と人口は以下の通りである。私立小中学校に通う場合、学区は以下の通りとなる。ありがとうございます。